おはろー、こんばんちゃ、永井マリエ TV の永井マリエと福丸です。今日はですね、築地に行って卵焼きがとてもとても感動したので、今日は卵焼きを作りたいと思います。卵焼き成功するかは動画の最後までちゃんと見てくれると嬉しいです。それでは早速キッチンの方に参ります。はテンション迷子ちょっと待って、急に上げすぎてテンションがふんってなって早くやれ卵、最近さ、はい、卵を割るとさ、あの奇跡の卵が思い浮かんでさ、わかる、ワンチャンまた双子なんじゃないかって期待しすぎている説がある。わかる、よくない、よくない、よくないこのさ、力加減が難しいよね。卵って最近まだ値上がりしてるの、なんか落ち着いたって言われてるけど、うん、まだ微妙に、あ、すべてのものを壊すんだ、そうやって殻入ってないからセーフ器用、殻は入っていないからセーフ、逆に器用、けど私の指がすごいこと、卵白まみれ、卵白まみれ、ぬりぬり、なんすか、なんすかねえ、はい、あのさ、はい、大学の時にさ、チョムとさ、あれだったんだろうこの間さ、なんだっけ、なんかのスクショが出てきて、チャムとのラインの、うんうん、多分どういう会話の流れでそうなったのか分かんないんだけど、エロくないけどひらがなにしたら何でもエロくなるんじゃないか説みたいなラインの会話をしてるスクショがあって、頭沸いてたな遅刻ってひらがなで、遅刻ってエロいよねみたいな遅刻しちゃダメみたいな会話のスクショがそういえば出てきて、じゃあここら辺に貼っとくわ、ここら辺にやめてください。多分ね、うん、あの制作、うん、してたじゃん、ずっと、うんうん、それのプレッシャーとか、うん、期限とか、うん、頭沸いてたんだね。レポートの締め切りとかで多分頭沸いてたんだけど、深夜テンションが日中まで続くという恐ろしいことを打ち合わせを深夜にしたりとか、うん、してた。まあ、そのノリで学校行ってもどこででもそのノリだったんだろうね、うん、砂糖小さじ大盛り3杯、え、砂糖小さじ大盛り3杯ってこと？結局なんだろう、これ大盛り、大盛りじゃない、それは爪の大盛り、うん、小盛り、大盛り、あ、うんうん、なんかさ、定食屋さんとか食べに行ったことある？あ、あります、あります。あのさ、定食屋さんでさ、あのご飯おかわりできるシステムあるやん、うんうんうん、あれの、どんだけ入れるの？え、3杯、あ、3杯だった、え、何杯入れた？あれ4杯あれ違う4杯入れてましたこの人もう嘘、マジじゃあちゃいました、あのダブルタスクできないやつマジ本当にマジ全然無意識だったマルチタスクできないやつですよ、4杯入れてたわってこと、え、待って、やばい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 、見て、砂糖のこれ砂糖よやばーやば、糖分多めの卵焼きになりますね。あー、最悪だイエーイ、きっとぜー、最悪だ、テンション迷子戻ってきた、私のテンションどこ、ここ絶対ちゃうやろで、便利なのがあった、大さじ2分の1ってそもそももう2分の1の量になってるスプーンがある、すごい。白だしって書いてあったけど、白だしないから昆布だし入れて砂糖まみ4杯入れて仕分ける時点でもう諦めておるまあ綺麗に巻きにはなっていいかな、本当に夏やん、はい、夏だからさ、夏らしいことしたい、例えば流しそうめんしたい、ちっちゃい頃流しそうめんやった？やってない、え、やったことないの、ちゃんと、うん、うち
毎年竹を近所の人からもらってきて、うん、あの竹割って竹から水流して楽しそうめんやってた。なんだそのグッドイベント、呼べよ。呼べよ、パワーワードすぎるし、まだ知り合ってもないのに。オッケー、じゃあタイムマシン時を戻して友達になろう。そうだね。そうだ。この後フライパンを探す。さて、ちなみに永井まりえ、ここまでレシピ本を一切見ておりません。一切ではないけど。え？あの入れる具材だけ見て、あのレシピのあれは全然見てない。なぜ学ばないんだ。いやこれだって混ぜるだけやん、ここまでは、まあまあ、こっからよ本番は。確かに具材の量を見ても砂糖4杯入れる人だからな。キッチンペーパーで油を拭う。油を中火ね、中火中火中火で、はい、卵を入れて、お、いいんじゃない。あ、ちょっと量多かったかも。で、うん、こねこねするんだって、うん、あんまやりすぎると巻けなくなっちゃうから。そしたら、そしたらちょっと弱火にした方がいい。弱火にしてどうするのさ、こっから巻くんだ。巻くってど巻け。こうか。こうか。そうだ、オッケーオッケー、いけるぞ、せーの、ワン、ツー、スリー。ふわしか感じない。あ、でもほら、あの出始めはほら、あの多少見栄えが悪くてもなんとかあの挽回のチャンスはあるであろう予感がしているけど、どうでっしゃろ。え、あの築地のさ、おやつ美味しかったら、でもちょっと甘かった。あ、ごめん。なんかさ、築地ってさ、歩いてみて分かったけどさ、うん、銀座とバリ近いんだね。ね、思った。だからさ、銀座って美味しいお寿司屋さんがあるんだね。うんうんうん、いっぱい。お、いい感じじゃないですか。こっからへ問題は、二段階目の。これが難しいよ。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ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 、あの最後が綺麗に巻ければね。そう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 、あ、断面図は気にしないということで。そうそうそう、弱まいそうそう。開いてしまっている。穴が開いてしまっている。頑張れ、下げ。やめろ。余計なものを入れるな。夏祭り、夏祭り行きたい。え、なんかさ、そろそろ夏祭りさ、再開されることがところが多いよね。あ、焦げた。ちょっと待って、これ取り直しかもしれない。それぐらいやばいよ。ちょっと待って、やばいよやばいよ。なんかもっとさ、築地の卵焼き、あ、隠せ隠せ、どんどんズームアップしてあげます。築地の卵焼きになるはずだったんだけど、ちょ、もう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 盛り付けだ、盛り付けだ。隠せ、火を消せ、消した、オッケー、盛り付け、いっぺーさ、ひっくり返して、いや、やめとけって。ひっくり返したら、だってこうしたらいいのか。こっちの面の方が綺麗なことを私は知っている。なんで箸を使わないんだ。ローリングサンダー。ひどい出来栄えでございます。え、でもちょっとさ、加工でさ、色味サイド上げてさ、はいはい、サイド加工でさえなんとかならないかな。あ、はいはい。そうやってね。これが、
こうなります。はい、ありがとうございます。できました。今日の動画の撮れ高大丈夫かな。ダメだと思う。焦りかなり。オッケー。まあでもほら大丈夫。何がマリエ TV らしい卵焼きができました。美味しそう。服それでは実食いただきます。はい。でもなんかね、知ってるの、絶対焦げてる原因は砂糖の入れすぎ。 Yes, that's right. でもほら断面もさ、ちょっとあんまり切れてないわ、服。でも断面はつやつやだよ。断面はつや、うん、て波打ってる。綺麗なさ、渦じゃないね。ね、波打ってる。波打ってる。匂いはどうですか。焦げとるんやな、匂いは。香ばしい匂いですね。ガッコン。はい。どうですか。でもなんか表情でわかります。美味しいです。美味しいです。点数で言うと何点ぐらいですかね。65点ぐらい。高いな。何？そうでもないって？点数そうでもない？うん、なんかしょっぱいんだか苦いんだか甘いんだかって感じ。皆さん、ここまで見てくださりありがとうございます。終始テンションが迷子の永井真理恵でした。うん、どうしようね、これ失敗しちゃったってことなのかな。何が いけないのかは分かっているから進歩している気がする。だって白だしがさ、白だし必要ってちゃんとさ、買い出しの時にちゃんと見てなかったよね。ごめん、髪の毛顔に切れちゃった。皆様、ここまで見てくださりありがとう。急に仕切り直し。今さらセンスぶっても遅いぞ。ごめん、失敗したって。ごめんね、卵今高いのに失敗しちゃった。すいません、卵様。さて、私的には点数は65点だと思います。福丸は違うと思いますって顔をしています。うん、ごめんって違うよね、やっぱ。そう思う。じゃあ、早く閉めろって。早く閉めろって。ごめんって。ではここまで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録を、いいねボタンもお願いします。インスタグラムもツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。以上、永井真理恵 TV の永井真理恵でした。またねー、バイバーイ。Ha ha ha.